はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、おみーな TV のおみーなです。はい、さあ今見てた通りキーバ、ちょ、ライン薄いな、キーバの動画を撮って、そのまんま撮ってます。なんでキーバが今ありますで、こんな格好してますまんまです。今世界的にブームになってるもの、今皆さんご存知ですか？そう、題名にもなった通り、なんだっけ皆さん今答えていただいたようですね。そう、ハンドスピナー、これすごいですよね。もともとのその開発されたコンセプトっていうのがちょっと感動的ですけれども、で、まあ、今回ね、みんなそれをドン・キホーテでね、偶然見つけたんですよ。なんでちょっと買ってみました。で、今回それを使ってちょっといろいろ遊んでみたいと思います。では、ドンキで買った安いやつ、つってもね、600円ぐらいだったんですけど、お見せしたいと思います。3、2、1、ドゥン、キーバ。3、2、1、でキーバやないかい。では本物をご覧入れましょう。3、2、1、残念、本物でした。こちらですね、こちらが600円前後で購入したドンキで売ってるハンドスピナーです。まあ、安いからあれかなってちょっと思ったんですけど、意外としっかりしました。ほら、普通によく見るハンドスピナーと変わらないでしょ。もうちょい近くでいきますか。こんなもんかな、こんなもんだね。いいでしょ、やり方です。持って回すだけ。これが不思議とハマるんだもんな。ぜひ皆さん買ってみてください。本当になんかね、不思議と暇な時こうやってでやりたくなるから、本当にね、ほら、ここがね面白いんですよ。さて、それではいろんなところで遊んでいきたいと思います。ふぅ。